皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィル2020やっていきましょう。今回は VS コムチャレンジ、難易度レジェンドでもらえるこちらのスペシャル指定選手の、レジェンド確定のね、スカウトのね、組み合わせ紹介していきたいと思います。こちらのスカウトね、1枚だけだとご覧の33名、全てね、黒玉ではあるんですけど33名出てくるということでね、お目当ての選手がね出てきたらいいんですけど、やはりね、なかなかお目当ての選手がね、出るとも限らないので、スカウトを落としてね、確定を作っていった方が、確実に、その選手取れるので、今回はその組み合わせ、全選手ね、紹介していきたいと思います。普段は、確定のスカウトを結構、たくさん紹介するんですけど、今回33名いるので、各選手、おすすめのね、組み合わせを、1つだったり2つだったり、結構少なくはなるんですけど、紹介していきたいと思います。国籍とかポジションっていうのは結構高くなりやすいので、なるべくは、避けようかなと思ってます。安く上がりそうなものは、コムプレイスタイルだったりとか、あとはですね、コンセプト、このあたりが安くなると思われるので、そのあたりをね、なるべく使うような組み合わせ紹介していきたいと思います。ぜひね、参考にしていただければと思ってます。おそらく動画2つに分けると思いますので、総合値88までの選手は前半で、それから87以下の選手は、後半の動画でね、紹介するので、お目当ての選手のね、動画を見ていただいたらと思います。普通のベッカムですね、こちらの選手はポジションの右サイドハーフと、コムプレイスタイルロングパサー、こちらで確定することができます。はい、こちらもね、安い組み合わせが一番これなんじゃないかなと思ってます。はい、続いてスコールズ。こちらの選手は、プレイスタイルのプレイメーカー、こちらがあれば確定がすぐ作れます。はい、一つでいいのでね、これがトータル安くなるんじゃないかなと思ってます。続いてライー。こちらの選手はスキルのエッジターン、こちらがあれば確定がすぐ作れます。こちらも一つでいいので、こちらもすぐ確定作れそうですね。はい、続いてジュリーですね。こちらの選手は、チームコンセプトの攻撃タイプポゼッションとコムプレイスタイルのフェイントスター、こちらがあれば確定がすぐ作れます。はい、こちらの2つで確定が作れますね。ちなみにフェイントスターのところをスキルの足裏コントロール、こちらにね、しても確定が作れます。こちらにした場合は、チームコンセプトのところは、追い込みエリア中央、こちらでもね、確定することができるので、安い組み合わせでね、ぜひ狙っていただきたいところです。はい、続いてクライファート。こちらの選手はプレイスタイルのポストプレイヤー、こちらがあれば確定がすぐ作れます。はい、一つでいいので、こちらの組み合わせが一番おすすめです。はい、続いてジーダ。こちらの選手は能力のコラプシング、こちらがあれば、こちらのみで確定することができます。ちなみにキーパーは2人しか入っていないので、結構ね、確定が作れますね。コラプシング以外だと、スキルの低弾道パントキック、もしくはプレイスタイルの攻撃的ゴールキーパー、このあたりでも確定することができるので、安い組み合わせで狙っていただくのがいいと思います。はい、続いて中田英寿。こちらの選手はポジションの OMF と年齢の24歳以下、こちらでね、確定することができます。アジア、オセアニアの選手が、中田と、パクチソンのみなので、結構ね、いろいろ組み合わせると確定はね、いろいろ作れるんですけど、そちらが高くなった時のために、こちらの OMF を使っています。24歳以下のところは、チームコンセプトのポゼッションだったりとかフォーメーション重視、このあたりでも確定することができますし、もちろんアジア、オセアニア、こちらもね、使うこともできるので、中田選手は結構いろいろ組み合わせあるので、いろいろね、試していただきたいところですね。はい、続いてキャンベル。こちらの選手はポジションのセンターバックと身長の185センチ以上、こちらがあれば確定が作れます。身長のところは、チームコンセプトの攻撃エリアサイド、もしくはセーフティー、このあたりでもね、確定することができるので、安いものをね、狙っていただければいいかなと思います。はい、続いてカンビアッソ。こちらの選手はポジションがね、ビエラと被るので結構ね、高くなりそうなので、そのビエラとね、被るようなものは、あえて使わない組み合わせ紹介します。利き足の左足とコムプレイスタイルのロングパスは、こちらでね、確定することができます。はい、もしくは能力のボール出しとスキルのワンタッチシュート、こちらでもね、確定が作れるので、安い組み合わせでね、狙っていただくのがいいと思います。
続いてパクチソン、こちらの選手は、ポジションの左のミッドフィルダーと攻撃タイプカウンター、こちらでね、確定が作れます。アジアオセアニアね、使えば結構いろいろ組み合わせはあるので、試していただきたいところではあるんですけど、結構高くなりそうなので一応こちらの方を紹介します。攻撃タイプカウンターのところは、他で言うと同じチームコンセプトのアグレッシブ、それから、アジアオセアニアに使うこともできますね。はい、続いてサムエル、こちらの選手はポジションのセンターバックと地域大陸の北中米南米、こちらがあれば確定することができます。それから利き足の左足と能力のフィジカルコンタクト、こちらでもね確定することができるので、こちらの選手は安い組み合わせでね、狙っていただくのがいいと思います。はい、続いてベベト、こちらの選手はプレイスタイルのボックスストライカーと能力のボールコントロール、こちらでね、確定にすることができます。ボールコントロールのところは能力のドリブル、こちらでもね確定にすることができますね。それからスキルの軸足当て、こちらをね使った組み合わせもね、紹介しましょう。軸足当てを持っている選手は今回の対象選手では2人しかいないので、こちらも結構有効です。攻撃タイプカウンターと組み合わせていただくと確定です。こちらのカウンターのところは追い込みエリアサイド、こちらでもね確定することができるので、安いもので狙っていただくのがいいと思います。はい、続いてデコ、こちらの選手はプレイスタイルのチャンスメーカーと年齢の25歳から29歳こちらで確定が作れます。年齢のところは能力のドリブルに変えても確定になりますね。ちなみに、チャンスメーカーだけだと、中田と2分の1ということで、中田持ってる方はデコは確定になります。他で言うとポジションの OMF と攻撃エリア中央、こちらを組み合わせても確定になりますね。こちらの場合で言うと攻撃エリア中央のところは同じチームコンセプトの、アグレッシブ、こちらでもね確定にすることができるので、どれかの組み合わせ、安いもので狙っていただければいいかなと思ってます。はい、続いてアルシャビン、こちらの選手はポジションの左ウィング、こちらがあれば、こちらのみで確定にすることができます。はい、ただ左ウィングはね、なかなか高いと思うので、その場合はチームコンセプトのビルドアップロングパス、こちらを使うと、こちらのみで確定にすることができます。こちらについては、今回のレジェンドで対象になるのが、この選手だけなので、結構かなり安くなると思うので、こちらは結構おすすめです。はい、最後はピレス、こちらの選手はポジションの左のミッドフィルダーと身長185センチ以上、こちらで確定が作れます。身長のところは、コンセプトをいろいろ使うことができますね。攻撃エリアサイド、もしくはフォアチェック流動的、このあたりで確定にすることができるので、安いものでね、狙っていただくのがいいと思います。はい、ということで今回は2回に分けて、レジェンドの確定の組み合わせ紹介していきました。いかがだったでしょうか。なるべく同じスカウトを他の選手でも使わないような組み合わせをね、なるべく考えたつもりなので、まあ欲しい選手をね、ぜひね、今回の組み合わせ参考に狙っていただければと思ってます。こちらのチャンネルでは普段は FP 関連の動画、 FP の予想比較などやってますし、他にも最新情報とかメンテゴ配信スカウトの紹介などやっているので、気になる方はぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。